パーフェクト男子千葉大会決勝戦を行います。それでは決勝に進出した選手をご紹介いたします。まずはこの選手、阿部雄太郎プロ。対しますは上里哲也プロ。それでは2スローの後に決勝戦を行います。501クリケットクリケットチョイスの3セット中2セット先取りとなります。それではパーフェクト男子千葉大会決勝戦スタートです。
winner.
Thank you.
Thank you.
パーフェクト男子最終戦、優勝は上里哲也プロです。おめでとうございます。はい、優勝の上里プロには後ほど中継の方でインタビューさせていただきたいと思いますので、まずはこのまま表彰式を行いたいと思いますので、入賞されました選手の皆様をステージの上へお願いいたします。